大使会議に参加する4カ国とオブザーバーの米国。なお、国境戦は1921年以降のもの。同盟及び連合国の大使会議、通称大使会議は第一次世界大戦終結後における連合国の会議である。1920年1月にパリで設立された。後に事実上の国際連盟の機関の一部となり、国際連盟において、 最も影響力を有していた国が参加する機関となった。1925年のロカルの条約調印後は会議は開かれないようになっていき、1931年もしくは1935年に正式に廃止された。大使会議は連合国であるイギリス、フランス、イタリア、日本の4カ国によって構成され、イギリスとイタリア、 日本の参加国の財仏大使とフランスの外相が会議に参加した。また、アメリカ合衆国の大使もオブザーバーとして参加した。フランスの外交官ルネ・マシグリンが事務局長を務め、レーモン・ポ・アンカレやアリスティード・ブリアンら、歴代フランス外相が議長を務めた。大使会議は平和条約の執行とヨーロッパ諸国間の領土問題の仲介を目的に組織された。 大使会議が仲介した領土問題の例としては、ポーランドチェコスロバキア間のチェシンシレジアの問題、ポーランドリトアニア間のビリニス地方の問題、ドイツリトアニア間のクライペダ地方の問題が挙げられる。領土問題に関する評決の例としては、1920年のポーランドソビエト戦争によりできたポーランド、東部国境線の承認であった。 また1923年には国際連盟がイタリア・ギリシャ間のコルフ島事件の処理にあたる要大使会議に要請した。第一次世界大戦後に創設された国際連盟とは対照的に大使会議は大戦前までの伝統的な列強政治を引き継いだものであったと評される。ありがとうございます。